あの手術はね、俺が20代までは東大の医学部でずっと授業に使われてた。フェラーリの東京見たの？見ましたよ。それで私あの社長のフェラーリ買えないんで携帯のフェラーリを買ってました。貼ってあるんだ。お揃いですみたいな。そうそうそう、かっこよくて。そうか、なんか前にフェラーリの白だったような気がしたんですよ。いや白も持ってんだよ。あ、2台も今日は白で来てるよ。だから白はあのリアエンジンの形のやつで、あのこの間撮ったやつはフロントエンジンです。あれが一番大型なんだよ。うん、薄いブルーですな。ですよね。あれが一番大型ですよ。だって7歳の時は昭和32年の時に起きたんだけど、あの頃は日本は抗生物質はほとんどない。終戦から12年しか経って、俺の場合にはものすごい量、まあ3ヶ月以上打ったんだけども、こんな白濁液でドロッドロだよ。もう、あの濁ってるだけじゃなくて、あの完全なベタベタのドロドロで、注射器はもうまあ本当にこんなこんなだよ。最初の1ヶ月300本打ったのかな、確か。すごいんだよ。いや本当に俺は それほどひどい病気をしたの。だからもうあの時も喋ったけど、肩も腕もあとお尻も、もう全部筋肉が硬化してセメントみたいにカチンカチンになっちゃって、もう針が入んない。針ってだってのどけんだからね。ものすごい針で、顕微鏡みたいなもんだよ、これ針が。望遠鏡。いや。それほどの注射器だよ。あとついてるよ。全部今でも取れない。あのくるぶし全部ドリルで穴開いてる。骨髄に直接打ち込んだんだ。もうだって筋肉入んないから。俺はそういうところから立ち上がってきたの。大変だったのは親とか医者がな。大変だったということで、俺はちっちゃいから毎日泣いてただけだよ。それによってやっとまず命が助かって、次には今度は溜まった海が全部石化現象って固まって石になっちゃった。石と一緒の状態で肺が全部止まっちゃったの。それで世界一の名医だった山下先生っていうのが全部執刀して、それを一つ一つ手で取ったの。大変な手術だね。世界的な手術で、あの手術はね、俺が20代までは東大の医学部でずっと授業に使われてたよ。農協が最も悪化した例で。そうだよ。いや、すさまじすぎて、なんかついてくの大変ですもん。うん、ついてくる必要ないですよ。ついてくる必要ないですけど。いやいや、本当に。全く使ってない。これは今の科学では分かんない。だって、そうですよね、俺はもう正式に、広島型原爆のラドロヨで40倍の、ラド数の被曝を、透視機械から受けてるわけだから。俺はそうなんだよ。レントゲンで。レントゲンの連続照射だよ。あれを透視機械って言うじゃない。あれがまあアメリカから日本に輸入された透視機械の第1号の実験的に見たのが俺だから。俺が子供の頃、昭和32年にアメリカから初めて透視の機械が日本の国立第一病院に1台入ったんだよ。その時に一番最初に見たのが俺なんだよ。でまだ日本の医者が全然使い方知らない。それで俺はもう7歳だけど覚えてるよ。俺のああいう肺とかなんかを見ながら、みんなで医者が集まって一日中照射して、あこうだ動いてる動いてる、あ胃袋もこうだ、おちゃんと動いてるねとか、もうみんなずーっとやってたよ。それで1週間してアメリカから使い方を教える技術者が来たんだよ。それでみんな真っ青よ。そうですね。照射しっぱなしだから。それであの頃だから全然もうすいませんで終わりだよ。ですね。うん、ごめんなさい。今だったら大変だと思うよ。大変ですよ。でもあの頃だから、ごめんなさい、医者はごめんなさいで終わりよ。こうやって生きてるわけだから、なんか放射線っていうのはまあ悪いだけの作用じゃない可能性もあるっていうことで。悪いだけだったら例外なんかないからな。社長の場合はやっぱりその以前に、その生、抗生物質を死ぬほど打たれてますから、はい、その時はちょうどそうなんだよ、これ偶然なんだけど。同じタイミングですかそれ。もうこっちが先だよ。生の
あれ抗生物質を打ったのは入院してすぐだから、入院した時には42度の高熱が何ヶ月も続いて、その熱を下げるための抗生物質だから。でその抗生物質があったんで、42度の熱がやっと何ヶ月か経って、まあちょっと下がってきたんで治療に移れたわけだよ、この胸やなんかも、うん、で今の透析会なんかも治療に移ってからの話だから。だから偶然なんだけど、後から分かると膨大な菌食を体内に打ち込んだ後の照射だったんだよ。広島型の40倍のっていうのは医者が言ってたことだから、最低でも20倍言ってたよ。分かんないんだから正確にはな、最低でも20倍、多分 40〜50倍だろうと、まあ、あの当時の 主治医だった国立第一病院の医長だった人だけど、俺はもうこの人も名医で有名だよ、うん、国立第一病院の俺を見てくれた時は医長だったんだけども、そういう先生、うん、そうですよね、うん、俺はね泣きじゃくってね、先生がたくもこのもううるせえが来たって、あの俺とこんなのって、で7歳で俺が泣いてると、うん、しつけが悪いって殴ったんだもん、ね、それでうちのおふくろが怒っちゃって、怒りますよね、怒った、うちのおふくろがもうね先生をね蹴飛ばしてたね、殴って蹴飛ばした。お母さんさくら、うん、今のも覚えてるからすごい気持ちわかります、うん、でも昔はそういう病院ってそうだったんだよ、子供といえども泣いたらぶん殴られるみたいな、うん、まあそれはいいんだけど、まあでもそういう状態で、でもあの時も今から思うと、あんだけの膨大な菌を、なんて言うんだろう、こう、体内に打ち込んだ後の照射だったっていうのもあるんだよ。うん、だから、こう、菌っていうのは奥が深いっていうか、すげえんだよ。すげえですね、だからそう、だからもう、運命だよな。だって、子供の頃からそうなんだから。その子供の頃のは偶然だからな、だし同じ病気したってちょっと例えばもう生成された生成されちゃった抗生物質だから、うんうん、まあ俺流の言葉で言うと菌食効果ないわけだよ、うん、全然。それだって打てたのは多分、俺はちょっとその辺はもう親から聞いてないけど、うん、うちが膨大なお金を出したんで米軍払い下げのその抗生物質を確保できたんだと思うんだよな、うん、うん、すごいですね、あの本当宇宙のエネルギーというか神のいたずらというか、わかんないです、そうさせてるっていうか、まあ、そうなんだろうな、そうそうそう、それはまあ神はやるでしょよく取ればなんかね、よく取ればそう、いや本当ですよね、うん、だってもう社長以外絶対耐えられないし、そんな体験っていうか、どうかな、ただ俺がした病気はもうただの病気じゃないんで、うん、とてつもない病気なんで、まあ普通の人がやって生き残るような病気じゃないよ、うん、簡単に医者はあの生き残った確率は2000分の1と言ってたよ。だから要するに絶対死ぬって意味だよな、そうです、ね、2000分の1なんて確率じゃないもん、うん、完全に死にますよね、うん、もう要は絶対に死ぬ病気から生き返ってきたわけだよ、うん、それで将来につながる話だと、まあ、本人も書いてあるけど、でその病気から生き返ってきて家に帰ってきて一番最初に手に取った本が葉隠れだから、それも偶然だから。字読めないんだから。葉隠れなんて読めないんで、本知らないんだから。ちょうど親父の本箱に入っている葉隠れを偶然取って、どうしても読みたくなって、お袋に金振ってもらって読んだのが、生まれて初めて読んだ本だから。うん、だからなんか運命は感じてるな。